出たは1年半ぐらいですかね、うん、はい、お待たせしました、焼きそばです。ありがとうございま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 す。自殺というのはね、まあこっちへ自分が中学校時分からこっちへ住むようになりまして、牛窓へ。それでもうこっちで5年ほど市内の方へ修行に行きまして、それでまあこっちへ帰ってきたよ、うん、はい、栗飯とカレーがもうメインになりまして、あとはもう洋食系で、はい、そうですね、もう田舎の食堂で気軽にもう食べていただいたらもうそれでいいんかなと思います。はい、母親とか5時半とかにもう降りたんですけどね、カレーとかの仕込みがあるんで。海賊ランチとエビ飯海賊ランチがやっぱお客様で一番出てます。エビフライ、ハンバーグ、カニクリームコロッケ、すべてトッピングがついてまして、それにセットのうちの名物のエビ飯がついてます。ボリュームがあるんでしたらやっぱエビ飯とんかつですかね。こちらも現場の男性とかすごい人気です。はい、がコツコツとやってやっと冷凍商品が完成したやつが大分の方まで送らさせていただきます。はい、いらっしゃいませ。
エビ飯のその特徴っていうか、そのこだなんかここが違うぞみたいなのある。あっさりとしたちょっとよそ方よりは薄味だと思うんですけどね。それでまあ、他のトッピングで、まあ、濃い味とちょうど調和するぐらいの感じで、そのカレーをかけたりとか、まあ、なんかそうですそうです、はい、あとフライモンとかいうのはね、ちょっとソースが濃いかな、ちょうどいいぐらいかなと。若い人は物足りないかもしれませんけど、はい。エビ飯ハンバーグ、もう、いきます。エビ飯カレーは、はい、エビを無飯です。はい、はいはい、どうも待て、いや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 、ありがとう、はい、すみません、はい、ありがとうございます。海賊ランチ、ありがとうございます。ランチが8、カレーが1、ハンバーグ1個、はい、唐揚げ単品、エビハランチのご飯ちょうだい。ごめん、エビ飯4です、あともう2つ。カレー、はい、あとコロッケだけ。手で見てみられ、大きいか冷てえか。おや、おや、冷てえ。そうですね、変わりました。映画でもらって、ありがとうございます。はい、すいません、はい、ありがとうございます。
だから急がれるでしょ、あの特にあの働かれるけど、どうしても早い早い作って早い出したきにはもうからいい感じが、一般のあの観光客の方はそうでもないんですけど、そうですよ ね現場の方とか、そうですそうです、でも注文受けたらもうすぐも出せる、そうですそうです、だからある程度用意してね、なるべく早い出してあげるように、なんかもう焼き飯とかそういうのがね、ある程度お昼がもう来たらランチと同じでちょっとある程度バッと出せれる、例えばそのゆっくりご飯をいただきたいって場合は何時ぐらいに、はい、10時半からやってますから、大体11時前後ぐらいに来られたらまあゆっくり食べて、まあはもう5時ぐらいに来られたら、あとはやってみたくて、僕は書き横一回してみたくて、それなんか、僕自分のところのお好み焼きと書きをやってみたかった。ひなせよりちょっと、じゃあひなせ食べてみたけど、ちょっと勝負してみたい。ああ、なるほど。勝てませんよね。全然勝てませんけど。で、まああんまり僕も基本あの宣伝しないで来たからずっと、あの岡山でも宣伝しなかったんでしょ、一回も。Thank you.
でいいんで、はい、このサワーお願いします。はい、わかりました。まあ、新店ですけど。あ、ありますね。2時間もあれば、それで行くところでしょうけど、炭水化物だで、しかも粉が讃岐うどん、粉はうちらで、もう思いっきりうどんで、全部うどんですよ。なんでうどんなん、これは広島風って書いてあるんですけど、本来は、ベタ焼きっていうやつ、これはもうもともと関西の焼き方なんですけど、で多分書いたらわからないけど、豚玉にしとんですけど、広島風にしとんですけど、でまあ讃岐うどんは僕香川に、田舎はやっぱあのうち家庭が香川なんですよ。でみかんしてたから、それでよく香川にも住んでたんですけど、でやっぱりちっちゃい時からうどん踏んでるから、あのもうそれだと讃岐うどんの粉使おう。そうです、だからもう夏と冬とか全部季節によって変えないといいよね、膨らまないです、まあ、年に1回だけうどん打ちます、大晦日とか。だから前はうどん作ってたんですけど、自分でもう大変だなと思ってで、これがちなみにさっきの千葉牛の油です。これこのぐらいの油をずーっと作っていくんですよ。こういう風に焼く、あの4時間ぐらい、4時間、5時間ぐらいかかるんですよ。これは、モダン焼きのうどんです。で、これが、豚玉のそば。おすすめみたいなのがあったりするんですかね。名物広島焼き。あとホルモン、ホルモンライスがあるんですね。
あ、うまいですね。タレと、このホルモンの。なんか他にはない感じですね。そうですね。なんかちょっと変わった。タレ大丈夫ですか？多くないですか？いや、全然大丈夫です。はい。そうだね。焼肉のタレを自分で作るんで。やっぱ出された方って結構驚きますか？わっていますあの、想像と、想像よりもっときっと、あの、量が。仕上げの油を使うのと、まあ、和牛なりを使うのと、これ讃岐うどんの粉、気持ちと、弾力とか、よく讃岐うどんって踏めば踏むほど、コシと、まあ、その旨味が出てくるんですけど、これも練ることによってやっぱり旨味が、であとはどんだけ空気を入れてやるかとか、いろいろ粉を試したんですけど、で今使っている粉が一番落ち着きます、自分とか。でこれ仕上げのこの辺ですか、油分っていうんですね、はい、もうなんかやっぱり全然通と違って、違います、これあの甘くて軽いのがいい、うん、豚は重いで、もうサラダ油なんかはもう余計に硬くなる、うん、全然甘さがもう違います、で今これを使うからやっぱり、はい、1フォーク使うから、ね、あの時期によってもう夏が一番難しいですね、粉練るのがやっぱりすぐ柔らかくなるから、それの、季節4回ごとに配合を調整します。でもう極力このひっくり返し触らない、通常の一般売りとこれ職人さんが1個ずつ1つずつ手作りなんで、もう2本とないですね。もう僕が持って、まあそこのなんですけど、僕が持ってるのでもう最後らしくて、なんかこれが重みとかが違うんですか？違います、もう握り方と、握るとこと、もう軽さとあればもう全然違うと思います。
っとる系というか、外側がなんかちょっとカリッとしてて、なんか、うん、やっぱこの生地に、基本は朝11時半から、昼の2時まで、で、夜は、5時、基本5時からあとは売り切れ次第で、はい、でお休みは、一応不定休で、はい、イベントでいなかったりもあるんで、はい、もうそこはまあ、ちょっと、Google マップでは載すんですけど、ちょっとイベントの時間までは載せれないから、はい、そこはすいません、はい、何かインスタとかで告知はしてると思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。
Thank you.
しました。焼きそばです。
友達、まあ常連さんが結構多い店なんで、まあ、ちょっと入りづらかったりするかもしれないんですけど、まあ、気兼ねなく声かけてもらえば。定休日は、月曜と祝日、火曜日から日曜日の5時からラストまで24時、まあお客さん次第っていう。お客さん次第ですね。まああの今だったりしたら早く閉めることもあるんですけど、はい、まあ遅くまで頑張ってやってますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。しかし石の回線を発揮して、その
では通常料金の値下げ計画を発表するなど社会に不利を生じています。西村一つで、はい、ジャンプは人気モダンです。1点のモダンになってます。はい、あ
ありがとうございます。いつも大体こんな感じで一気にやっ、まあ、いろいろですね、ダラダラとか一気にとかその日その日によって、そうですね、もうこれであとモダンを
Gracias.
対応が何度も前にウクライナを電撃訪問したアメリカのバイデン大統領は
21日にポーランドで演説に臨みます。バイデン大統領は20日朝キーウでゼレンスキー大統領と会談し、多くの670億円規模の追加支援を表明しました。多くの警察官が警備に当たる中、キーウを電撃訪問したバイデン大統領がマホランドに入りました。バイデン大統領は20日にいらっしゃいませ。ウニキのモダンを分かるようにしちゃって、21日はポーランドのルガ大統領と会談しておりまして、肉と肉玉の方のお待たせしました。トルコの大地震から20日で2週間です。死者は4万7000人以上になりました。100万人以上が住む場所を失ったとみられ、復旧のめどが立っていない地域もあります。日本ユニセフ協会は自然災害緊急募金を受け付けています。他にも多くの団体が協力を呼びかけています。来月の WBC 開幕に向けて宮崎で強化合宿中の侍ジャパン、実戦形式の打撃練習にダルビッシュ有選手が村上宗隆選手と対戦しました。今日第2クール初日を迎えた侍ジャパン、深刻な薬物問題、エクアドルだけの隠してはないんです。日本でも薬物問題が発覇しています。 ICBM 発射は国際的な平和と安全に対する脅威となっています。すみません、いらっしゃいませ。もちろん、私はこの選手、安全なドイツ、安心感が勝利します。
開けたらクタッと大変で全然入ってきた、うん、まだ暑いけんな。Thank you.
いな。8時半ちょっと過ぎるから。ああ、なるほど。はい、まだまだね。
冷えてるからね。大体夜何時ぐらいまでやってるんですか？金土は2時半から3時まで、はい、やってます。じゃあ大体8時9時ぐらいから2時半から2時半まで、はい、昔はやっぱりもう、あ、もう違ってますよ。ごったかもう2時半かでしたよ、うん、もう歩けないぐらい週末はね、いたから。どれぐらい前ぐらいからのお店でやられてるんですか？あのここで、あ、うちがね、もう車から始まって、今度35年目になるんだ、9月で。あ、うん、もう丸34年過ぎて、35年目にも、あ、はい、もうあれですか、もう基本的には夜だけみたいな。夜だけで、はい、いや、はい、どうぞ、ちょっと、
すみません、あと3、4分時間が、はい、かかるんです。すみません、申し訳ないです。3、4分、はい、3分から4分かかるんです、焼けるまで。すみません。やっぱこの位置によって全然違うんですよ。火の当たりどころが、ね、変わってくるんですよ。一番その難しいポジションというか、そう、あのこの真ん中がね一番焼けにくいんですよ。あ、逆に、え、だからこの両端焼くけど真ん中がちょっと焼けないから、入れないと今度もう焼けるってこと焼けないってことあるから。なるほど。なんかお店のこだわりっていうか、もうここはもう力を入れてるじゃないですか。なんかありますかね。もうミスをしないことですね。あ、ミス。はい。もうそれが一番です。あと素材ですね。ああ。ブレーキの素材。なるべくもう国産で。国産。ああ、なるほど、ね。はい。タコも結構かかった。タコはでもあの輸入だからね。国産じゃなくて、でもこれでもあのマダコやから高い分なんですよ。今タコがすごいんです。タコの値段がこの世にもすごくって。タコはもう本当高級ですよ。タコで悩んでます。タコのために働いてるようなもんです。なるほど。なるほど、なるほど。こんだけ高いんですよ。よっちゃって。あ、すみませんでした。すみません。あ、すみません。待っていただいたんですね。申し訳ありません。もうできるだけで、やっぱり体の負担を考えてあげないと。そうです、ね。うん、死ぬって食べてもらうからね。確かに。だから紅生姜なんかでも国産でね。だから味が全然違いますよ、紅生姜。はい。ここまでこう。まばらですよ、焼けが。そうですね、確かに。もうやっぱ見極めが長年のあれですね。そうです。だから焼けるところ下にも冷えてないと。あ、すごい綺麗な、綺麗にできてますね。厳しい監督が横にいつも引かれてます。こだわりということですね。見た目がダメだから。こだわりがすごいんですよ。中にいただいてね、商売してるから。どうもお待ちどおさまでした。すいません、遅くなりました。はい、500円いただきます。500円のお返しになります。気をつけて。ありがとうございます。でもあのお客さんっていうのはやっぱり飲み屋の。はい、そうですね、もうほとんどそうですね。あとお土産で。あ、お土産で。はい、なるほど、なるほど。わざわざ飲みに来なくてもね、ってわざわざあの車でね、来てくれるんですよ。あ、なるほど。はい、お客様もいるんですよ、ありがたいです。なかなかなくなってきましたよね。なんかそういう昔はどこでもこういう緑色の包装紙があったんですけど、もっと昔はもっと濃いやつがあったんですけど、会社がもうやめてしまったもんで。なるほど、なるほど。お、それで、あのご夫婦、そうなんですよ。はい、なるほど、なるほど。まあそうですよね。50年目が来ました。なるほど。ありがとうございます。じゃあ元々は、まあ、たこ焼きじゃないんですよ。じゃないんですか。はい、私はもうちょっと違う仕事をしてましたね。それであの岡山の方に来たんですよ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。ちなみに明日雨じゃないですか。明日はもうひどかった、休むかなと思って。
まあ、少々の小ぶりだったらやられる。小さいで、あで少しの小ぶりだったらやるんですけど、夕方からの雨でしょう。そうですね、焼いた後にもう一回焼くってやっぱ全然変わってきます。もう2回目が、ね、一番2回目からが落ち着くんですよ。最初どうしても鉄板が温めても違いますもんね。まあ、最初はどっちも火がね、うん、こう弱い、ね、弱い。ああ、確かにちょっと、さっきより焼けるスピードが速いような感じがしますね。はい、だんだんと鉄板もリズムになって熱くなってくるから。どうも。あら、こんばんは。いらっしゃいませ。お久しぶりです。はい、ありがとうございます。醤油とソース。お醤油とソース。はい、はい、醤油塗りますか。ちょっと待ってください。お醤油タレに塗りますから、少しお待ちくださいね。気をつけてくださいね。ありがとうございます。いただきます。気をつけて。ありがとうございます。ありがたいですよね。すごいですね、やっぱこうしてなんかいろんな、 なんか世代の方が、だから本当にありがたいことですよ、本当。楽しいです。お金とかじゃないですもんね、やっぱり。そう、心と心の付き合いで、あ、そう、こういう飲み屋街だけにやってるんですね。会社の気持ちを忘れちゃダメですよね。常に感謝の気持ちを持って、いい時も悪い時も同じですもんね、本当。変わらないようにしないと。
もう今のお客さんも長いんですよ。なんかそんな感じというか、なんかすごいいい雰囲気というか、なんか顔見に来たみたいな。もう本当にいい感じですよ。ありがたいですよ、ハンチさん。買い上げできるのが一番楽しいですね。足を運んでもらえるのが一番ありがたいですよね。そうですよね。道が歩くんだなって、お客様いるからね、仕事をさせてもらえるから。ね、ありがとうございます。もうお客様のおかげでね、本当もういいお客様ばっかりやからもう長いですもんね、本当ね。長いよな本当。だって三十もね、すごいよ。いやいや、もうお客様のおかげでありがとうございます。こっちの方がね、タコには合うと思う。へー、うん、食べてみてください。あ、わかりました。あ、着いたらゆっくりね。はい。お釣りは先に渡ってきますね。はい。じゃ、ちょっといただきますね。暑いから。はい。気をつけて食べてくださいね。ちょうどなんかいい感じの一口サイズですね。はい、そうなんです。もう昔からこのサイズで。あ。おいしい。ありがとうございます。これがもうね、もう本当に強いんですよ。サクサク、外はサクサクしてて、タコがちょうどいい大きさ。ありがとうございます。無駄がなくて、あの、なんていうんですかね、なんかその、たこ焼きのソースの癖がないというか。そうです。できます。味でしょ。あ、うま。ありがとうございます。こっちはちょっと濃いからね。うん。あ、お酒と一緒に聞きたくなる、ね、やっぱこれ本当に昔食べたような感じというか、まあ、記憶の中に どこかであるような。あのね、若い子がね、そう言うんですよ、うん、だからなんかこう DNA 自体が持ってるもんがあるんかなと思って。そうですよ ね、 あのもう味、昔の味を忘れたんですけど、あ、こういう感じだったなっていう。今日ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。もうなんかお腹いっぱいになったんですけど、ご夫婦の温かみをものすごく感じて、いろんなね、こういう時期って大変だと思うんですけど、なんかすごいなんか勇気をもらえたというか。あ、ありがとうございます。こっちがもらいました。いろんなお話ができて。そう、いや本当ですよ。もう、お休みの日って日曜日ですかね。日曜日と、祝日。雨の日と、雨か風が強い。お父さんの体調が悪い。すいません、無理をしないようにね、やっていこうって。もう
年をね考えたらぼちぼちペースでぼちぼちがいいか。そうですよね、確かに、はい、ありがとうございます。はい、本当ありがとうございます。ありがとうございます、はい、また頑張ってください。はい、ご苦労様でした。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。